ここは2階にあるヒストリーゾーンなんですけども、1860年からの鉄道の歴史がパネル状になっています。このパネルを見るだけでおおよそこれもう200メーター以上あるんじゃないでしょうか。最後に行くと2010年というふうに書いてありました。